YouTube 吹き替えるチャンネルへようこそはい、今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。MC を務めます水落ゆきこです。この番組はテレビで見られる外国映画、外国ドラマの日本語吹き替え版の見どころ、聞きどころを謎のミスター吹き替えるさんが解説していく番組でございます。ということで、今日の作品を早速ご紹介してます。はい。 出ました。ジャンクロードバンジョンソン <laughs>。えっ、ー、とアマゾンプライムビデオにて配信中です。はい。出てる声優。ご紹介します。もうね、言わずもがなジャンクロードバンダン。の大塚芳茶さん。そしてバネスタ役のちふゆさん。ということで、その他たくさん。いろんな。方々が。ご出演です。 はい。では、その見どころ、聞きどころミスター吹き返るさん、お願いします。はい。えー、ミスター吹きえるケロよ。はい、ケるケロ。またわりが世界を救うケロ。救うんですかまたわりがどうして <laughs> 最後まで見ればわかるケロよ。 ああ、お、そこはじゃあキーワードなんですかね、また終わり、はい、<laughs> ありがとうございます。もう早速いろいろ作品についてお聞かせください。はい。はい、えー。この作品、えー、ジャンクロード・バンジョンソ、はい。なんかちょっと似たような言葉を聞いたことがあるんですけど、何ですか？あのー、80年代90年代、はい。大活躍した。はい。 ジャン・クロード・バンダム。そうですよね。はい、とか言う方がいるけどよ。<laughs> はい。なんでジョンソンなんですかこれはですね、あのー、はい、アマゾンプライムビデオが独自に制作した連続ドラマなんですね。うん、はい。1話30分、全6話です。うんはい、あじゃあ3時間ほどで全話見られるというそうですね。3時間弱で、うん。 さらっと見れます。うん、はいでこれは主演は先ほど言いました、はいはい、ジャンクロード・バンダムケロヨダムの方です、ねはい。<ム>はい、しかしご本人の役なんですがはい、はい、俳優の傍ら、うら、んうん、秘密エージェントをやっていた、うんそしてその名前がジャンクロード・バン・ジョンソン。おおそこなんですね。 俳優をやりながら、スパイもやってたという。ほうほう、面白そうじゃございませんか。いわゆるメタ,、はい、メタフィクション的な内容なんですが、はいえー、コメディです。コメディなんですか、はい、なんか、こう、ハードなアクションものじゃないんですね。もちろんアクションもあります。<laughs> はい。ですが、基本的にはコメディですね。ほう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 。で、えー、一応、まあ、物語を簡単に説明すると、 はいいお願いします持ち目になった俳優のバンダムがエージェントからは引退してて、うん、で俳優業もままならず、うん、<laughs> もう一回エージェントに復活したいというところから物語が始まります。<お>まあ過去の栄光を取り戻したいと。ああロッキー的な感じですか <laughs> どっちかというと負け犬が、はい、あの負け犬的な存在のところから。うん もう一回栄光を取り戻したいっていう、<ー>まあ、ある意味、エゴイズムの話なんですけど。<laughs> そこ <laughs> とにかく、はい、まあそれをマンダムが本人が演じるんですが、はいうん、とにかくも情けない感じでやってるんですね。もちろん演技ですからわざとやってるんですけど、はい、もうとんでもないしょぼくれ親父というか、もうおじいさんに差し掛かるような感じの、もろもろの感じでスタートと。 でもうやることなすことうまくいかないっていう感じなんですけど、うん、アクションシーンはちゃんとしてますさすがバンダム。あ前におすすめになったあの共感を得る作品っていう形ですかね。自分も鍛えたらこうななるかいや共感はね得られません。えー、ひたすらバンダムをあれむっていう見てる方がっていう感じになっちゃいますどうしてもなっちゃいます。 もう1話のエンディングで、あのボロボロに泣きます、バンダムが。情けなくて。ああバンダムがあ,あバンダムが泣くとこで終わっちゃいます。それもシクシク泣くんですね。男泣きとかじゃなくて。<laughs> えー、これはもう、情けなくて。<laughs> そう、そんなお話なんですね。はい。はい、で、これね、前編、コメンティーなんですけど、笑わせるような、うん、その意図的に笑わせてるシーンっていうのは実はなくて。 <あ>というか大真面目に全部やって、はい、大真面目にやってることを冷静に見るとおかしくてたまらないっていうですね。あまたじわ,じわり、じわりな感じですか。<laughs> これがね、実は一言で言うともう全、ね、編ボケしかないんです。えー、何もかもがボケているというね、はい、ボケしかかまさない。うわでもそのボケを真剣にボケているっていうところで、誰も笑わないです。まずね、笑いがないんですね。出演者は笑わないです。 あそうなんですね、はいはい、いとにかくボケてボケてボケ倒してそうするとどうするかっていうと見てる方がツッコまざるを得なくなるっていうですね、はい、ツッコミは視聴者っていうですね<あ>恐るべきコメント。ちょっと似たようなのでシャークデートのシリーズっていうのはあるんですけども出演者は大真じ目で見てる方がおかしくてたまんないっていう <laughs> <laughs> そういう系統な。その系統なんですけどとにかくボケしかかましてくれないんで。はい ほう見てる方がもう,もう口を開いて突っ込まざるを得ないっていうですからこれは一人で見て突っ込みまくるのも楽しいんですけど <laughs>、はい、あのご家族とかご友人とかで一緒に見るともっと楽しめるケロよ。あそうなんですね。はい、なんか作品のオマージュとかもたくさんあるんですか、はい、バンダムがか過去に出演した作品のその小ネタっっていうのがいっぱいうぱります セリフの中にも入りますしとにかくセリフはタイムコップ、はい、タイムコップが何回も出てきます。ネ<い>ネタもタタもイムコップネタが出ます、はい、<laughs> わじゃあ一粒でサンド美味しいぐらいな感じですかそうですね。<laughs> はい、でバンダムが、はいえー、映画の撮影の傍ら新作映画の撮影の傍らエージェントを活動するっていうのが1話の設定にあるんですけど、はい、その新作がですね、うん、あの トム・ソーヤとハックルベリー・フィンを題材にした超格闘アクションっていう、うんはい、その映画も完成したのを見てみたいけどよっていうような撮影シーンがあります。あそうなんですね。クライマックスもうこれ一番<も>のクライマックスがこの撮影シーンでアクションを披露するんですけど、はい、これの映画は本当にできたら絶対見たいなっていう思うような<あ>設定ですけど。そうなんですね。 まあ、アクションシーンでいうと、はいはい、アクションシーンだと大勢がかかってくるシーンで、はい、なぜ一人一人戦うんだっていうようなセリフがあるんですけど 1>,、はい、1話の最後にそのバンダムがバン・ジョンソンが潜入した麻薬工場のところで、はい、あの戦うんですけど、はい、みんな一斉にかかれっていうんじゃなくて一斉に描かかると誰が誰だか分かんなくなるから一人ずつ行けっていう <laughs> 敵が言うっていうね。 結局一人で戦うとかみたいな、<laughs> ああ<ー>、そういうオチとかもいっぱいあるんで、うん、とにかく面白いんですよ。うん、はい。ですからこれは一話見たらもう最後まで一挙に見、うん、見てしまうと、うん、もう一挙一気見がおすすめということですね。いいすおすすめです。<laughs> はい。じゃおすすめされましたけど、はい。じゃ聞きどころをお願いいたします。はい。まあこれはもうこのしょぼくレター。 ジャンクロードバンダムを。大塚宝中さんが。しょぼくれてやっているとお。情けなくやるというんです、ね。うさんはかっこいい役が多いですけど、そこをあえて。しょぼくれた感じ。はい。うわ、楽しみです。はい。で、まあ、もちろん、バンダムは初期から、大塚宝中さんやってらして。はい。で、バンダム自身の出演作も五十作品以上あるんですけど。 まあ半分以上、大塚芳忠さんがやってらっしゃいます。そんなにやってらっしゃるんですね。はい、お若い時からやってらっしゃるんで、うん、確かに長、はい、年、やっぱり吹き替えでバンダムやってらっしゃるんで、はい、演技についても分かった上でやってらっしゃるんで、ぴったり合ってるなと、やはり。うん、で、男泣き、あ、男泣きじゃないです、ごめんなさい、粛シシくしんとかもやってるんで。<laughs> ええ、どうなんだろう。ぜひ聞いてください。はい。じゃあ、情けない男。はい。ですかね。はい。あとね、バンダム人生はまた二役やるんですね。これ、これが。二役。ええ。あの、フィリップっていう。その麻薬組織の人間が。出るんですけど、これがもう本当情け、もっと情けない。あの、役で。はい。 もっと情けなくやるっていう。大塚さんをも,もっと大塚芳恵さんをも,もっと情けない演技をやる。もっと情けない。はい、面白そうですね。はいはいはい。でも、これは本当聞きどころたっぷりなんで。うんはい、一番の聞きどころはどうですか。まあ、いろいろその情けない役なんで。はい、もう情けないセリフがいっぱいあるんですけど。お<ー>本当に情けなくなってくるって聞いう。<laughs> ええー、じゃあ、あの、き共,共感はなかなか。 あのちょっとかわいそうになっちゃう感じですか見てるとえっともうちょっとしっかりすればみたいなあ<ー>逆にると言いたくなっちゃうんですけどそれ以前にあまりにもボケが全開なんで、うん、もう突っ込むのに忙しくてあんまりそういうの考えなくていいかなって言,って<ー>言い方ますけどもう楽しい楽しい映画なんです、ね、爆笑にぐ爆笑だと思いますええ今日はもう吹き返るさんが見せた吹き返るさんがもう一押しということで。 いのかなり押します。これはあの <laughs> ちょっと日本国民全員見たほうがいいです。おお<ー> <laughs> そう、そう、日本、えー、で,で,で見ようと、見ろと。<laughs> とね、特にもう、ジャン・クロード・マンダムの映画を、はい、見たことがない人でも割と笑える、うん、でも見てたら、たぶんその人たちの20倍は笑えるっていう感じうわそれはそれは楽しみですね。はいはい、ということで、これは Amazon プライム。 ビデオで配信してますんで、はい。はい、まあアマゾンさんがなくならない限りはこれずっと配信してると思う。そうなんですね。ちょっと安心しました。いつでもじゃもらえてあげる。あ、はい。はい、ね、あだからテレビに限らずですよね。あのタブレットでも、えー、スマホでも見られ見られるれますということですね。はい、はい。じゃあえっ、ー、とテレビで見られるって言ってますけど、他でも見られるよテ、うん。テレビ画面では見れます。<laughs> はい、見られます。<laughs> あのアマゾンプライムがあのつなげればテレビの大画面でも見れます。はい、アマゾンプライムにお入りの方はぜひ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 ご覧いただければと思います。はい。はい。で最後にちょっとひと一つ。あはい。はい。最初にちょっとまたわりの件を言いましたけど、まあまあジャンクのバンダムっていうのはもうあの開脚がねまたわり180度これをずっと売りにしてて若い時から。うんうんうん。今回も それを何回かやるんですけど。はい、あの第6話、最終話はこ、い、このまとわりは感動して涙が出ます。ああ、それは楽しそうですね。はい、なんで感動しちゃうんだろう。っていうぐらい感動しちゃいます。<laughs> おおなんだろうえ。ちょっとちょっと楽し。もうこの後私すぐ見ますね。<laughs> 多分、<laughs> はい、あの感動するけど大爆笑します。これも保証します。感動するけど大爆笑。はい。うわ、ちょっとみ、このアイディアはなかったなっていう、うん。ますええー。え、吹き替え、ミスター吹き替えるさんの斜め上行くって感じですか。いや、誰も考えないっていうか、これをやろうって言ったら、普通正気を疑われるけど、やっちゃったなっていう感じですか、ね。うわ、本当ですか。あ、ちょっと、これは、まあまあ、コメディだから、成立するっていうのはあるんですけど。うーん。 ますますちょっと気になります。それでね、はい、これシリーズ化の予定もあったんですよ。実は。はいはい。そういう終わり方になってます。次は続くような終わり方になってるんですけど、続編を作んないのは正解だったかなって思います。うんうん、ああなんなんで？もうね、うここにネタ全力投球してるんで。あ、もうこれでもか。この後シリーズ作っても多分どんどん面白くなくなってると思うんですよ。ああ、そっか。反対にこの録はこ,こ,、うん、これで終わらせてて。 でも、うこの上ない全力投球。<laughs> <laughs> 濃密な、ほうほう濃密な録画です。あ。はい。ありがとうございます。ね、ちょっとすごい気になりましたよね。えー、この後すぐ私も見たいと思います。<laughs> もうミスター吹き替えるさんがですよ。もう、この。あの。外国映画大好きな。ミスター吹き替えるさんが。一押しということで。はい。 出てきた作品、ジャンクロード・バン・ジョンソンでございます。えー、大塚宝忠さんの、あの、ちょっとかわいそうな <laughs> 演技が見られるということで、あとまた割りね、また割り、ちょっと気にしつつ拝見したいと思います。えー、Amazon プライムビデオにて配信中ということですので、Amazon プライムにお入りの方はぜひご覧ください。ということで、 今日は一押しの作品をありがとうございました、ミスターカエルさん。ええー、こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございますケロということで、今日も最後までご動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい、もしあのお気に召していただきましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次回をお楽しみに。またね、ケロケロバイバイ、ケロケロありがとうございました。